李財用は、大韓民国の実業家。サムスングループ創業者、李平鉄の孫で、サムスングループ2代、4代目会長である、李健機の長男。現在、サムスン電子副会長、サムスングループの経営トップ。僕国大統領や、僕大統領の長年の知人、再準備への贈賄、横領、財産国外逃避、犯罪収益引得。 偽証の5つの容疑で特別検察官によって2017年2月17日に逮捕、2月28日に起訴、懲役12年の求刑。8月25日にソウル中央地方法院より贈賄罪などが認定され、懲役5年の有罪判決。サムスングループの事実上のトップで初の逮捕者が出たことを受け、未来戦略室や社長団会議の廃止など、 サムスングループは事実上の解体に追い込まれた。2018年2月5日に控訴審判決が言い渡され、ボッククネーの贈賄など一部が無罪となり、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年に減刑され釈放された。2019年8月29日、最高裁は2審判決をすべて破棄し、ソウル高裁に審理を差し戻した。2020年5月6日、 記者会見を開き、一連の事件に関して国民に向け謝罪し、自身の子供に経営権を世襲させず、創業家による経営を自身の代で終わりにすることを明らかにした。2021年1月18日、ソウル公裁は、懲役2年6月の実刑判決を言い渡した。李は、上告を断念し、1月26日、判決が確定した。服役していたが、 8月13日に仮釈放された。ありがとうございます。